D.V. 被害の2割ですねは女性から男性はいおはようございます。アセラメンタルクリニックの院長マスユウスケです。本日は妻パートナーからの精神的 D.V. モラハラ被害で鬱になってしまう男性というテーマでお話ししようかなと思います。えー、まあ、精神科だとですね男性から女性の DV っていうものはよく取り上げられますし、えー、男性が発達障害で女性がう、ね、つになってしまうカサンドラ症候群とかは、えー、よくねあの話題になりやすいですよね。で女性はやっぱりメンタル疾患とか、えー、メンタルの悩みを結構公表しやすい環境にあるんだけども逆はねなかなかないなかったりします。えー、で DV 被害の2割ですねは女性から男性。 だったりします、ねまあ暴力的なものは少ないんですけれども圧倒的に男性から女性が多いんですけれども精神的 DV に関して言うと、まあ、女性から男性もしっかりあるよということですね。ですで実際どんなのものがあるのかっていうとですね感情的な訴えとかヒステリックな、えー、叫びとかですね、えー、自傷行為とか OD とかまあバカにする。 とか無視する、旦那さんを馬鹿にする、あと自殺をほのめかすとかもう精神的 DV ですし、脅しですよね。あとまあお前は発達障害なんじゃないかとかいう形で追い詰めちゃうとかはまあよくあるなという感じですね。まあもちろんねそういう傾向がある人とかもい,いますけど、でも普通に仕事もできていてその AS 傾向あるかもしれないけど a s D ではないよねみたいなのだけど D だろうって形で結構まあお前気が利かないんじゃないかとかできないやつじゃないかとか言ってプライドを傷つけるっていうことはまあ,ありますねそれで旦那さんが鬱になっちゃうっていうのは鬱になっちゃったりとかもう困って精神が来るというケースも珍しくないって感じですねただですね男性の場合はやっぱり自分が悪いと思いがちですねだいたい自分が悪いと思っていて あの男なのに情けない情けないって思っちゃうんですよね。だから誰にも相談できないっていうのが多いし、実際ですね。じゃあ勇気を出して相談したところで、まあ、誰も認めてくれないっていうのはあるなという感じします。まあ、確かにね。あの僕自身もこう女性あからの dv ですね。奥さんからの dv ですね。とか。で、診察の中で言う,言うことって少なかったなと思いますね。 確かに言葉として珍しくて、うん。で、そう、あじゃあ奥さんからの DV ですねとか言った時に、あのあ、ポカンとしてされることも結構多いですね。まだまだ、こういう概念自体がね、まあ、よく見てる、よく見る光景ですけど、あんまないですよね。でも確かに考えてみれば、精神科の患者さんって女性が多いですけど、僕も女性の患者さんから、まあ、バリ罵詈雑言を浴びせられた経験っていうのはあるわけですよね。 うん、で、脅されたりとか怖い思いしたこともありますけど、これを、これよりもっとひどいものをおそらく家の中でやってたりすると思うと、いや、確かに怖いなと思いますね。<laughs> なんかすごい怖いなというふうに思います。はい、思いました。で、じゃあなんで体も強くて、で、男の人の方がその経済的に 有利なことが多いんですけどもじゃあ何で離婚しないのかっていうと、まあ、離婚がねあのなかなか日本だとしにくいっていう条件もあるしあと一方で親権ですよね親権が女性が有利で,でなかなかその DV 被害者だってことを立証しにくくて子供を捉らちゃうから離婚できないとかあとは離婚した場合親権を取れなくてもいいけど子供に被害が向かうんじゃないかっていうことを訴える人も多いですね。 だから、えー、その人自身がその親から特に母親から DV 的なものを受けていた、えー、虐待的なものを受けていた場合その、えー、女の人がね暴力的な虐待を受けてた場合暴力的な男性をあのパートナーとして選びやすいように男性もその暴力的というかねな女性を選びがちなんですよね。そうすると えー、自分の子供が自分と同じような経験をするんじゃないかということで、えー、とあの離婚をまあしないなんとか家にいるっていうパターン家で自分が我慢すればいいんじゃないかと思って耐えてるパターンっていうのは結構多いなと思いますねまあまあ、結構あるあるですねまあきっかけはいろいろありますよだからあの旦那さんが AS 傾向だったとか、えー、仕事が遅かったとか ギャンブルとかアルコールとかそういう、えー、自分が悪かったっていうパターンとかもありますけどそれにしては奥さんからのね攻撃が強いなみたいなパターンも結構あったりしますね。うんままあ、こういうい患者ささんん確かにたくさん見てますねでまあ対策としてはまあ証拠をしっかり集めておくってこととかいざという時のためにねあと弁護士さんと相談をしとくっていうことになりますね。はい っていうことにはなるんですけどもでもなかなかこれはその、まあ、あの社会的にも認められにくいしその,、えー、調その裁判関係の人たちがね、えー、調停員関係の人たちがこう男性の DV 被害っていう概念を何て言うかなあんまり考えたことがなかったりとか実感がないのでやっぱり女性有利になっちゃうことも多いだろうなと思いますね。 はい。で、まあ、あの、臨床的にはですね。じゃ、女性の発達障害の人とか。ええー、境界性パーソナリティ症とか、自己愛性パーソナリティ症とか、あと、逆。その女性自身もですね。あの、虐待を受けてた p. T. S. D. のようなものがあって。だから、その虐待の連鎖、暴力の連鎖のような形でやっちゃうということもあります。ここら辺は、まあ、男性の。D. V. と一緒ですよね。男性が女性に D. V. するときと一緒で、女性から男性に D. V. するときも、まあ。 あのベースにある基礎疾患がああったりしますねあとは反社会性パーソナリティ障害とかねあったりしますけどまあそんなこと言ったらじゃあ男性から男性とかね女性から女性だから同性愛のカップルもあるんじゃないかと言われたらですねまあもちろんあるんですけれども、えー、だから男女に関係男女関係なくねこういう、えー、とパートナーからの DV っていうのは あの珍しくなくて結構あるんですけど、まあ、特にね女性か男性の場合はやっぱりあの無視されがちであるしあの見落とされがちなのですし、まあ、男性自身がねあの、えー、悲鳴を上げることが難しい助けを求めることは難しいので、まあえー、ちょっと動画にしてみたということです。まあ、結構大事な概念なのであのちょっと知ってもらうといいかなと思います。まあ、これででで苦しんんるる鬱になってい男性たくさんいますので えー、まあなんていうのかなまあちょっとねあの一、ー、人じゃないんだよということを知ってもらいたくて動画にしましたはいで今回の宿題はですねまああのー、こういう経験したことあるよとかこういう経験を聞いたことあるよってことをちょっとコメント欄で書いてもらうといいかなと思いますはいでは以上でこの動画があります、えー、もしこの動画を見ておいと思ってくれた方はグッドボタンやチャンネル登録とシェアの方よろしくお願いしますではまた。